ショット出ました、はい、あ、いいですね、これ弱い、 いいですね。美里の声優プレイ、私がずっとやってみたかったコスプレ企画、この後福原セーラームーンのブラックレディで登場します。こうご期待。早速呼んでいきたいと思います。福原さんのブラックレディのコスプレです。福原さん、はい、嬉しいです。セラムウォーターめっちゃ嬉しいやつ本人が本人のコスプレしてる生体が生体がキャラクターのコスプレしてる、本人みたいなもんですかこっちからすると嬉しい。こんな格好で戦うのは無理だなって理解しました、うん、そうですね、ヒールも履いてるしニックも多分ガンガンできないんですよ。そうですよね、もうこの動きが最低最小なんか最大限でも先生見てください、これスリットがねすごいんですよ。あー、全然セクシーじゃない今私全然セクシーじゃないんですけど、これすごいですよね。すごい、あとお尻も盛りました。あ、さっき勝てた良いですね、すごい、なんかあ、なんか肩叩かれたと思ったら自分の髪でしたやっぱ全然顔もこう浮いてつけると変わりますね。うん、変わるんですよ。私服の時は、うん、なんかめっちゃ濃くないって思った思うけど、うん、見かかると全然ですよね。全然薄いかなっていうぐらい。でもなんかあれです、中身が変わってないから外側だけ持ってもらったみたいな気持ちです、うん、いやまあ中身はまあこれから福原さんの中にいらっしゃるからえ、そうだったそうだったけど今出ないです、なんか格好に気取られすぎて衣装を今全然生かしきれてないことだけは自分で分かります。そうです、なんかポーズポーズちゃんとポージングして写真撮りたいですね、うん、撮りたいです。ちょっと写真を撮られるのがめちゃくちゃ苦手なんです、はい、あの多分驚くぐらい、はい、結構なんかなのでちょっと事細かにポージング指導よろしくお願いします。お願いします、はい、頑張ります。声優プレイ、はい、じゃあ行きましょう。お願いします。はい、もうちょいこんな感じです。ローアングルから撮れますか。あ、ローアングル、はい、はい、足長く見えるように撮りたいです。あー、はいはいはい、はい、続きましょう。先生、首の位置難しい。こうなった場合、こういうこと。あ、首の力抜いて抜いて、はい、もうちょい顎引く、顎引く、顎引く、はい、足もうちょい右前、右前、足、激しびれラスト、はい、腰、はい、ありがとうございます。体格も、はい、うわすごい、普段絶対しないポージング。すごい、こんな、え、他にもいろいろポーズ知りたい。はい、はい、結構これ難易度高いんですか。難易度、はい、難易度上足ちょっと開いてもらって、はい、福原さんが回る、こういうで、この瞬間を撮りたい、はい、ちょっとどうやって回るんですか、一回やってもらったんですか。下手くそこう持って、持ちましょう、はい、持ちましょう。で、足どっちか前にやって、どっちか前、軸は後ろの足です。伸ばして、持って、はい、せーの、はい、ストールに気が行くのはすごい分かるんですけど、はい、表情を変えてください。もう一回行きましょう。お願いします。
後ろにやって、た上でこう回ります。マルチタスクが苦手右足は曲げない、右足の重心でスカファ先にやる、降りるとスカッと右手こう、はい、やばい、右ストーンもうちょっと後ろで、右足曲げないように、右足は曲げない、はい、気にすること多いパフォームアクションちょっと初心者にすいません。やるだけです。どうでしょう。あ、うん。無限地獄。やっても筋トレ。いやマジ、そう撮影した次の日筋肉痛になります、ね。いやなりますよねこれで。なります。もうやばいですもん、足の感覚ない。いい写真を撮るためには辛いポーズをした方が綺麗に見えるんです、ね、なりますね、はい、でもなんかすごいです、写真に写ってる自分が自分じゃないみたいで、やっぱセーラームーンって見てた側でもあるので、世代的に半分仕事半分ファンみたいなところがやっぱりあるんですよね、はい、他の自分の作品よりも、うんうんうん、自然に回ってるみたいな、あー良いのでは、あ、紙ショット出ました、はい、あ、いいですね、これ良いですね、あ、いいです、いいです、すごい、頑張ればできるよありがとうございます、頑張ればできるよ、ありがとうございます、ありがとうございます先生、すごい、私こんな写真の写り方したことないです、今日は本当にありがとうございました。こちらこそすいません、いろいろ素晴らしかったです、大変ですけどね、いや、あんなにきついものだと思わなかったんですけど、先生の言う通りにしたら本当に綺麗なポーズで撮れました、すごいです、撮影に入ってからの先生の顔つきがもう全然今までと違うもうなんかどんなによくしても、うん、写真がいいの撮れないと、うん、なんか全部が台無しになっちゃうんですよ、紙ショットを撮れた瞬間で全部が報われる感じ、この感じがすごい好きで、やっぱりコスプレやめられないなって、本当一瞬、奇跡の一瞬のこの紙ショットを撮るのにどれだけ大変な思いみんなしてるかっていうことは分かりましたこれにどれだけこだわるかっていうか、はい、そうの具合、衣装、環境、撮影みたいな全部が合わさった総合芸術なんだなっていうことをなんか理解しました。そうなんです、ハマりますねこれは、本当ですか、うん、なんか自分で最後まで考えて手を入れることが楽しいんだなって思ったので、うん、自分で一からこうやっていくのもいいんだなって思いました、うん、で私今日ね、あきら先生に頼んでよかったと思うのがね、はい、本当に作品とキャラクターに対するそのなんていうんですか、ちゃんとキャラクターありきのコスプレだっていう風な持論があるんだなって今日一緒にさせてもらって思って、すごいそこが嬉しくて大好き、これ大好きって言ってもらえた、嬉しくてすごい好きです、ありがとうございます、素敵です、でもなんかもう最後の筋トレのイメージしかもう全然ない今日寝る時もきっとあれです、見出しか持てないって思ってると思う、今日本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、素敵な思い出になりました、ありがとうございます、声優プレイ、心が騒ぐ、夢から覚める、その時が近づいてくる、目覚めの時が来たのです、眠れる私の魂よ、目覚めなさい、あの3人が戦っている、みんなが集結している、何をする、光あるところに闇はある、私の美しい呪いを受け取るがいい、セラム、私の最後の祈りを引き届けたまえ、その運命を避けて通ることはできない、この星を奴らに渡してもいいのか、私たちセーラー戦士が魔
負けるはずないわ。二人で一緒に夢は一つ。このセーラームーンが月に変わってお仕置きするわ。劇場版美少女戦士セーラームーンエターナル後編。この星を守る、それはいつだって私たちのリアル。